皆さんおはようございます。ハリウッドで俳優にチャレンジしている大志です。今回はですね、いつもの元気な僕じゃなくて、僕の病んだ時の日常を紹介しようと思います。玉木大志、年に数回うつ気味になる時があります。はい、僕が病んでる姿は動画の後半で出てくるので、よかったら最後まで見てください。それでは今週も行ってみましょう。そして向かった先はウィワークです。僕はもう会員ではないんですけど、1日利用もできるみたいで、今日はちょっとお試しでやってきました。ただ1日の料金30ドルでした。めっちゃ高え。まあちょっと高すぎるから、多分これが最初で最後の1回になりそうです。でね、全然話変わるんだけど、最近このドンキで買った3000円のカバン、買ったの多分5年以上前かな。このカバンがね、ボロボロになってきたんで、新しいカバン買いたいんだよね。でネットでね、気になってるカバンあって見てみたけど、159ドルか。日本円で約2万円。まだいいかな。次のブラックフライデーのセールまで待つことにします。あと半年はこのカバンで頑張ります。そしてですね、お腹が空いたのと気分転換も兼ねてトレーダージョーズに来ました。何を買おうかな。あ、これブロッコリーチャウダー、これ美味しいんだよね。そして今日はチョコレートクロワッサンを食べちゃおうかな。トレジョはね、安いから大好きです。それではいただきます。ゆで卵も食べちゃいます。やっぱね、寒いとスープがうまいよね。最高です。お腹もいっぱいになって YouTube 編集頑張っちゃいます。オラ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 。気がついたらあっという間に夜です。よし、今日はこのくらいで終わりにしたいと思います。コワーキングスペース、雰囲気もいいし、仕事はかどるから好きなんだけど、ちょっとね、もう貧乏になってしまった俺には手が届かないです。はい、家に帰ってきました。そして夜ご飯です。ブロッコリー、鶏胸肉、わかめご飯、納豆、キムチ、スープと健康的な食事じゃ。うん、できるだけね、料理に時間使いたくないんで、ほんと簡単なものしかいつも作ってないです。はい、というわけで月曜日はこんな感じです。おはようございます。火曜日ですね。早速散歩しようと思ったら、まだね、公園が空いてませんでした。せっかくなので今日はシルバーレイクのメインの通りを散歩してみようかな。朝なんで車も人も少ないですね。でね、山の上の方に見える白いのはハリウッドサインです。天気がいい日だとハリウッドサインもはっきり見えます。ハリウッドサイン見えた日はなんか別にラッキーでもないんだけど、ラッキーって思っちゃいますね。はい、はい、散歩が終わって筋トレやっちゃいます。朝のシャワーを浴びて朝ごはんのプロテイン作りです。昨日使ったシェイカーを洗っていつも通り、うん、うまい。さて今日は朝から YouTube のアフレコ入れちゃいます。今まではね、ぶっつけ本番で喋ってたけど、ある程度やっぱり喋る内容を書き出すことにしました。その方がね、編集が楽。というわけで YouTube の編集が一段落して、向かう先はキャニオンカフェです。いやー、おしゃれだよね。ここ最近見つけたんだけど、雰囲気めっちゃいいよね。友達におすすめしてもらいました。こういうところで仕事しているとシルバーレイクのおしゃれ住人に見えるかな。コールドブリューも美味しいし、本当シルバーレイクはね、おしゃれなカフェとかバーも多いんで大好きな街です。はい、仕事が一段落して次に向かう場所はですね、まずは階段を上って、はい、着いたのはバーンズドールアートパークです。いやー、天気が良くて気持ちいいぜ。プロテインを飲みながらこの景色を楽しみます。というのもね、なんかちょっとね、メンタルの調子が良くないなって思って、あんまやる気出ないんだよね。なので息抜きで公園でのんびりしようかなってきました。はい、いい気分転換になったんじゃないかな。そして家に帰ってからは、休んだ分 YouTube の編集頑張るぞって思ったけど、あれダメだ。全然やる気出ない、やる気出ないっす、マジで。なんかメンタルがおかしい。ちょっとね、気持ちを切り替えて料理をしてみます。ズッキーニとブロッコリーをカットして冷凍サーモンを焼いちゃいます。ハーブソルトと胡椒をまぶしてこんがり焼いていくぜ。完成。美味しそう。それじゃあいただきます。うん、うまいぜ。我ながらうまいぜ。しかしなんかね、あんま調子良くないですね。というわけで火曜日は以上です。おやすみなさい。そして次の日、案の定朝起きれません。そうです、年に数回やってくる闇期が来ました。朝ね、何しても起きれないっていうか、こんな時みんなもある？なんかね、起きるのすごい怖くなっちゃうの。なんか怖いって思って、で現実と向き合いたくねーって
て、なんかもう何もやりたくない、もう頑張れないっていう風にね思っちゃう時があるんよ。ギリギリね仕事のミーティングがあったので、やっとのことで起きて打ち合わせしました。でもねやっぱ全然元気が出ない。ちょっとね自律神経がおかしくなってんのかな。精神的になんか来てる気がします。ある先生に言われたことがあるんだけど、大使はキャパの 120% で生きてるんだよって。だから何かイレギュラーのことが起きたり、仕事が急に増えた時はもうすでにキャパオーバーしてる状態だからすぐにパンクしちゃうんだよって。これを言われた時、ああ確かにそうかもって思ったんだよね。俳優やってこう夢を追いかけてるじゃん。だから売れてないのに休んでいいのとか、売れてないのに遊んでいいの、そんな暇ないんじゃない、もっと頑張れよみたいなっていう声がね、いつもねどっかから聞こえてる気がするんだよね。無理やり動こうとしてやんなきゃやんなきゃって、でも結局できなくてベッドでグズグズしてるってことが多かったのね。だからよりなんだろう、この闇期が長かったんだけど、でねこのせいでねもういろんな人に迷惑かけたと思う大使と連絡がつながらないって言って、あの本当にねご迷惑をおかけした方々すみませんでした。でもね最近はねメンタルの整え方も前よりは良くなってきてんだよね。ちょっと大人になったなって思うのは、これが俺なんだなっていうのをちょっと思って、だから元気が出ない時はしょうがない、あもう何もやらない、ただ寝る。以上、木曜日は何もせずずっとゴロゴロしてました。そして金曜日無事起きれました。よかった、闇期終了です。ふぅ、俳優なんで体調管理も気をつけないといけないんだけど、これがね結構やっぱ難しいです。もう一生ねあのこいつとは離れられないんで、ダメなところも含めて一緒に乗り越えていこうかなと思います。そしてですね、元気になった僕が向かう先はサイドカードーナッツです。というのもね、今日は知り合いが書いた台本の読み合わせをすることになってます。なのでその前に腹ごしらえしちゃいます。サイドカードーナッツうまいんよ。でね、LA にいる若手の日本人役者たちと本読みしました。みんな20代です、俺だけ30代久しぶりに日本語の台本を読むのは楽しかったです。やっぱりね英語よりずっとね楽、あの吸って入ってきます。はい、本読みが終わって次に向かった場所がですね、山城のレストランです。で今回残念なお知らせがあります。僕たちの山城のパフォーマンス最後になりますね。ちょっと残念だけどね、もしかしたらまた再開する可能性もあるけど、一旦今日で終わりになりました。でもね、山城でこうやってお客さんの前でパフォーマンスできたことってめちゃくちゃ勉強になったし、自分のパフォーマンスのレベルも上がったと思います。でもね、次は侍の映画やドラマに出れるように頑張ります。というわけで僕の1週間はこんな感じでした。たまには僕も病んだりするんですが、その時は自分に優しくしてあげて、元気になったらまた夢を追いかける生活をしています。まあね、ちょっとねこれを出すか悩んだんだけど、落ち込む時とか病む時ってやっぱみんなあるし、まあ、それも含めて見せるのがいいのかなって思って今回これを作ることにしました。僕もね自分でも自覚してるんですけど、かなり不器用なんですよ。でもそんな僕だから夢を達成した時に人に勇気を与えられるんじゃないかなって思ってます。まだまだね先は長いけど、僕が夢を叶えるその時まで一緒にお付き合いしてもらえたら嬉しいです。というわけで今週は以上です。また来週お会いしましょう。バイバーイ。